ちょっと姉ちゃん、LINE 見てくれた？全然返信がないんだけど。まあ、家族グループの LINE のこと？ごめん、仕事中だから見れてないの。もう、ちゃんと見てよね。何のためのスマホと LINE なのよ。ごめんごめん。どうしても仕事中だと返信しづらくてさ。今日も朝から会議があって立て込んでたのよ。今ようやく休憩なんだ。ああ、何その言い訳。無職の私に対する当てつけのつもり？そういうつもりじゃないんだけどな。家族ライン見てくれないから今教えてあげる。私結婚することになったの。え、そうなの？それはおめでとう。夢に彼氏がいたなんて知らなかったから驚いたよ。私はバカのお姉ちゃんとは違うからね。がむしゃらに働くよりもとっとと婚活して専業主婦リタイアの方がいいって知ってるの。そのためにここ数年頑張って婚活していたんだから。え、まさかずっと働かないで無職だったのって結婚相手を探すためだったの？そうだよ。人生短いんだし、効率よく生きていかないとね。ちょっとゆめ、あんた就活するからって、お母さんから仕送りもらっていたはずよね。あー、そのことお姉ちゃんも知ってる感じ？知ってるも何も、その仕送りは私のお金なのよ。ゆめがどうしても東京で働きたがってるから、援助してあげろって、お母さんに頼まれて、私がゆめ仕送りを捻出していたんだよ。そうだったんだ。わあ、毎月5万円もありがとね。おかげでお見合いパーティーにも行き放題だったし、可愛い服や美容院のセット代に使わせてもらったよ。はあ？ちょっとゆめ、そんなことなら今までの仕送り返しなさいよ。私はあんたの婚活代のために仕送りしていたわけじゃないのよ。今更返せとか言われても無理だから。っていうか、たかが仕送りでブチギレとかありえないんだけど。うちは養子のあんたを家族として扱ってあげてるんだよ。経済的支援なら私たちの方が十分してあげてると思うけど。え？私が仕送り分あんたに返したら、あんたはこれまでの生活費や学費をお母さんに返すんですか？養子のくせにお金のことでギャーギャー文句言わないでよね。ちょっと待って、ゆめ。あなたなんで私が養子だって知ってるのよ。お母さんが秘密にしていてくれてるはずなのに。私の結婚相手がね、更新所を使って調べてくれたの。え、更新所？彼ね、そこそこ由緒あるお家の人なんだよね。それで彼のご両親が、結婚をするなら念のため身元調査だけはさせてくれって。まさかそれで姉の私が養子だってこと？うん、その調査で知ったの。その後にお母さんに聞いたらあっさり白状してくれたよ。お父さんとお母さんは再婚で、お姉ちゃんはお父さんの連れ子だったんだね。うん。私が1歳の時に再婚したらしいから、私も記憶はないんだけどね。その後に妹のゆめが生まれて、お父さん病気で亡くなったの。別に私にとってはお姉ちゃんが養子だろうと興味ないんだけど、彼のご両親がそういうわけにはいかなくてさ、養子とかややこしい人と関わりたくないって言ってるの。え？というわけで、お姉ちゃんは家から出てってもらえないかな。って言っても拒否権はないんだけど。出ていくですって？このことを家族のグループラインにしたのさ。お姉ちゃんたら全然返信くれないんだもん。もう返信とかいらないからとっとと出て行ったよね。そんなこと急に言われても困るよ。一度夢の婚約者さんとご両親に会わせてもらえないかな。私から直接事情を説明するよ。余計なことしないで。もしそれで話がこじれて婚約破棄になったらどうしてくれるの？お母さんもお姉ちゃん追い出した方が話が早いって言ってたのよ。え？いくら我が子同然に育てた養子でも、実の娘にはかなわないよね。養子のあんたのせいで私の結婚がなくなるくらいなら、とっととあんたを捨てた方がマシだって言ってたよ。そんなことお母さんが？私お母さんのために地元に残って東京もして、生活費だって全部私が出してるんだよ。何それ受けるんだけど、お金貢いでたのにあっさり捨てられるんだ。そんな、というわけでお姉ちゃんにはもう出ていく選択肢しかないんだよね。可愛い妹のためにこれぐらい簡単だよね。それじゃあお姉ちゃんとの関係はこれっきりってことでよろしく。やっほー、お姉ちゃん久しぶり、元気に生きてる？ええ、家族から見放された後も元気に生きてるわよ。あれから音信不通だったのに急にどうしたのよ。いやー、お姉ちゃん追い出してからというもの、私の結婚話がトントン拍子に進んじゃってさ、もう今週末に挙式するんだよね。一応それぐらいは教えてあげようかと思ったの。わざわざありがとうね。養子とはもう絶縁してありますって向こうのお母さんに伝えたら、私の彼の熱い思いが伝わったみたい。
すぐに素敵な式場を押さえてもらったんだよね。知ってる？あの有名なミドリングチャペルで結婚式するんだよ。え？それって今話題の人結婚式場じゃない？今年もとっても幸せなんだ。でもこれがお姉ちゃんの屍でのおかげだと思うと申し訳ないよね。誰が屍よ、勝手に殺してんじゃないわよ。どう、お姉ちゃん、泥水すすって生きてない？急にお家を追い出されて大変でしょ。妹の幸せのためにビリビリな生活させちゃってごめんね。は？妹の私は幸せだけど、まだお姉ちゃんだけ不幸のどん底にいるのよね。家を追い出されて公園暮らしでもしてるのかしら。もちろん結婚式に招待をしないから、お姉ちゃん青い空でを見て、妹の結婚式をお祝いしてね。ダーマン最上階だから、あんたたちの式場を見えるわよ。え？まさか、引っ越し先のすぐ近くで妹が結婚式を挙げるとはね。今週末が結婚式なんだっけ？当日は絶縁された姉がダーマン最上階から見下ろしてあげるわね。え？ちょっとどういうこと？なんでお姉ちゃんがこんな都会に引っ越してるの？お姉ちゃんは地元の公園暮らしをしてるんじゃないの？そんな暮らし誰がするもんですか。ちょうどお付き合いしていた人に同棲を誘われていたのよね。それでちょうどいいから実家を出て彼のお部屋に転がり込んだの。家具家電も揃ってるから私は着替えの服さえあればよかったし。え？お姉ちゃんに付き合ってる人なんていたの？そんなの私は初耳だよ。夢だって私に婚約者さんのことを言わなかったじゃない。お互い様よね。ちょっと待ってよ。同棲先がタワマン最上階の部屋ってどういうこと？お姉ちゃんの彼氏さんって一体何者なわけ？普通の一般人に決まってるじゃない。いくつかの小さい会社を経営してるところは変わってるけど。そんな一般人は一般じゃないよ。芸能人並みのハイスペック一般人じゃん。ちょっと夢落ち着いたよ。もう絶縁した姉の恋人なんて、あなたにはどうでもいい存在でしょ？いや。タワマン最上階に住めるような人がどうでもいいわけないじゃん。ぜひともお近づきになりたいです。お兄様と呼ばせていただきたいです。でも私たち絶縁しちゃってるし。そんなの私が何とかするよ。彼のご両親も私が説得する。こんなハイスペックの人たちと親族になれたら絶対に嬉しいはずだもん。私がお姉ちゃんのことを認めさせてあげるからね。そんなのいいわよ。話がこじれて婚約破棄になっても責任が取れないし。そんなの大丈夫だよ。それより急だけど結婚式の招待状送ってもいいかな。ぜひお姉ちゃんとその彼氏さんにも来てほしいの。3ヶ月前に私を追い出したとは思えない手のひら返しね。まあまあそんな過去のことは置いておいてさ。それじゃあ今週末の結婚式楽しみにしているね。私が絶対にお姉ちゃんたちの席を用意してみせるから。絶対の絶対に来てね。そして結婚式終わったらタワマン最上階にも泊めさせてね。え？それじゃあよろしく。お姉ちゃんたちが来てくれるのめちゃくちゃ楽しみに待ってるね。お姉ちゃん、もう時間だよ。ただでさえ養子ってことで印象悪いんだから、こういう日は早めの行動で来てほしいんだけど。え、時間って何のこと？何のことって今日は私の結婚式だよ。モリーってお姉ちゃんたちの席を作ってもらったんだからね。え、本当に向こうの親御さんも説得できたの？説得できたっていうか、無理やり強行突破。黙ってお姉ちゃんたちの席を追加しちゃった。それってかなりやばいんじゃないの？全然やばくないよ。あとはお姉ちゃんたちが来てくれて、ご祝儀300万くらい持ってきてくれたらきっとみんな認めてくれるから。は？ご祝儀300万？可愛い妹の結婚式なんだから、普通これくらい包んでくれるよね。お姉ちゃんの彼氏さんは会社経営者なんだし。これぐらいはした金でしょ？養子のあんたを特別に私の結婚式に招待してあげるんだから感謝してね。その代わりご祝儀300万待ってるよ。私、挙式中なんだけど。え？だから結婚式も行かないし、ご祝儀だって持っていかないわよ。とっとと私たちの席は片付けてちょうだい。え、来ないの？妹の私の結婚式だよ。てか、お姉ちゃんも結婚式中？うん。といっても私たちは彼と二人だけだけどね。彼がサプライズで結婚式場に連れてきてくれたの。サプライズ？最低な家族の結婚式を自分たちの楽しい思い出にしよう。今日はドレスを着て簡単に二人だけの挙式をするの。今度入籍したら改めてちゃんとするつもりだけどね。何それ、お姉ちゃんの彼氏さんめちゃくちゃいい人じゃん。そうなのよね。本当に私にはもったいない人すぎるわ。今日はお互いの結婚式をそれぞれ楽しもうね。待って、そんなのお姉ちゃんだけずるいよ。こっちは席を用意して待ってるんだよ。
誰も用意してなんて頼んでないし、お姉ちゃんが来てくれなかったら私めちゃくちゃ困るんだけど、今向こうのご両親がね、勝手に席を用意したことに気づいて怒ってるみたいなの。だからすぐに席を片付けたらよかったのに。それに私てっきりお姉ちゃんがご祝儀を持ってきてくれると思ったの。だから直前で会場の装飾品をグレードアップさせちゃって、結婚式費用300万のプラスなんだよ。だから私にご祝儀300万なんて言ってたのね。ねえ、二人だけの式ならまた今度できるよね。だから今日は私の結婚式に来てちょうだい。それでなんとかこの場を丸く収めてほしいの。私もウェディングドレスを着ちゃってるの。その格好で式に参列する方がやばいと思わない？そんなのどうでもいいよ。私の私服でも何でも貸すから急いで来てよ。まあごめん、彼が私のドレス姿に号泣しちゃったから行けそういないわ。どうぞご家族のみで結婚式は楽しんでね。え、ちょっと待ってよ。そんなのひどいよ。本当にお姉ちゃんがいないとこっちはやばいんだよ。絶縁した人なんて知りません。それじゃ、これで失礼するわね。お互い幸せな結婚式を楽しみましょうね。妹の夢は、勝手に絶縁したはずの養子の姉を呼ぼうとした嘘つき女として、向こうのご両親から批判され、当然結婚式どころではなくなり、結婚式は中止に。姉頼みで増額した結婚式費用のことなどもバレて、今は婚約破棄の話し合い中なんだとか。一度だけ母から何とかしてくれと連絡は来ましたが、私は母のことも許せずに連絡を返していません。おそらく正式な婚約破棄まで秒読みだと思います。